さあ、自分の中に眠る真理を解き明かすゲーム、ザ・心理ゲームをやりましょう。もうこの背景の波紋の動きとかもいいよね。 FPS10 も出てなさそうで。すごいコマ送りだもん。めちゃくちゃ省エネ。このロード中の画面といい、省エネの世の中ですよ。何でしたっけ。そう、いろいろ遊ぶモードがあるんだけど、いや、このダサい画面安心するね。まあ、なんか結局のところ前にやった時もいくつか試してみて、で結局この心の扉っていうモードが一番こうしっくりくるというか、ちゃんと心理テストやってんなっていうモードがこれだったので、まあ、この心の扉をメインに開いていきましょうか。じゃあ心の扉開きますよ。相変わらず世界が終わる瞬間みたいな景色出てきましたけど、これが心の扉です。週末の景色で、なんか番号を選ぶんだよね。クイズ番組みたいな画面でさ、これこれ。クイズ番組的な画面で、前にやった時はなんか最初に適当に21番とか選んで、やっぱり1番から順にやろうって言うんで1、2やったんですよね。じゃあ3番の扉から開いていきましょうか。扉を開くっていう言い方で合ってんのか分かんないけど、いきます。うわ、そうだ、こういう目に悪そうな背景いちいち出てくるんだった。目の前に魔法の水晶があります。その水晶を覗くと、なんとそこにはあなたの前世での姿が映りました。前世、水晶が映し出した前世でのあなたの性別は？性別か、現在とは違う性別、現在と同じ性別、性別のない物体だった。まあそれもありえるよね、当然性別だけの話なんだね。そうだよね、前世は全然性別とかないミドリムシみたいな存在だったかもしれないし、俺、いやでもなんか今と違う自分っていうのがあんま想像できないなと思うので、同じ性別をやっぱ思い浮かべちゃうけどね。前世でも似たような存在だったんじゃないのかっていう。はい、 B、 同じ性別、楽天カドを診断するテストだったんだ。楽天家というよりも何も考えていないやつというタイプのあなた。一言目からディスられちゃったな。悪口言ってきたな。いつでもどこでもなるようになるさが心情です。あ、でもそれ割とね合ってるかもしんない俺これは。というのも基本的にはとっても小心者なので、何か問題が起こると最悪のケースまでシミュレーションして考え、そうなると自分ではどうにもならないやと思いっきり開き直ってしまうからなのです。いや割とあるかもしんないな。そして本当になんとかなってしまうのがあなたなのです。そうやって生きてきたかもしんない。確かに、まあなんとかなるでしょう。で最終的には未だにこうね、実況続けてるのもそうですよ。割と周囲から大胆に見えている行為も全てはそんな開き直りが容易。そうなんだよね、別に対して深く考えてないんだよね。やべ、合ってるかもしんない。大きな落とし穴にはまるまでそんな部分は変わりません。しかし一度失敗をするとそれなりに慎重になる傾向があります。といっても本当に人生を左右しかねないほどの落とし穴ですが、おおほほほ、不安にさせて終わったな。楽天稼働チェックっていう診断だったんだね、今のは。いやでもちょっとね、合ってるかもしんない。ほんとなんかごめん、自分の話になっちゃうけど、いやなんかこの実況のさ、動画投稿する活動においてもさ、まあ俺もう9年やってんだけど、動画の投稿ゲーム実況ね、やっぱ最初その頃始めた人たちってさ、まあ今もそうなのかな、今はどうかわかんないけど、なんかみんなすごく見バレっていうのを気にしててさ、要するに学校とか家族とか職場にお前牛沢だろってバレないようにするみたいな。だからみんなさ、例えばなんか画面に映る時もマスクとかつけてたり、なんか
自分の個人情報を基本的に明かさなかったりしてたんだけどさ、ね、年齢とか住んでる場所とかいろいろ。でもなんか俺そういうの全然気にしてなかったからさ、なるようになるしょ、なるっしょっていう精神で、それこそ個人情報ボロボロ言ってた結果、本当に職場の人にバレてたっていうことはあったね。お前牛沢でしょって。まあだからって別になんもなんなかったんだけど。4番の扉行きましょうか。いや結構合ってたかもしんない今の。あなたが姿見の鏡に向かって立っていると、鏡に映った自分の姿の周りに何か光のようなものが輝いて見えてきました。どうやらあなた自身の体から発するオーラのようです。そのオーラの色は？オーラか。え？オーラ？自分の自分の体から発するオーラの色。なんか急にすごいこと聞いてきたな。さっきのはまだ想像しやすかったけど、いや背景チカチカすんな今回の背景も。オーラの色ね、赤やオレンジ黄色などの暖色系または寒色系、どちらでもない白黒グレーなど。あー C ではないな、何かしら色はついてるような気がする、自分のオーラ。いや俺なんか暖色の方がイメージしやすいな。なんだろうな、別に自分の性質とは関係なく体から出るオーラってなんかそういう温かみのある色の方がイメージしやすいというか、ねえ、スーパーサイヤ人だって黄色のオーラを発するわけで、ええ、そういうイメージでそれが想像できるな。感情リズム、感情のリズムの起伏がはっきりしているあなた。そうかな、怒るときにはバンバン怒りまくり、そして悲しいときにはとことん泣く。そんなときには理性なんかどっかへ吹っ飛び、感情だけに支配されているかのようになってしまいます。ちょっとやめてくれる？俺をやべえやつみたいに言うの。切れたら記憶飛ぶやつみたいなさ。やめてよそういうの。そんなことないよ。こうなったら他人の意見なんかね、耳も貸しません。それが空回りと分かっていても勝手に騒いでいるのです。勝手に騒いでいるのです。ディスりが強いな。しかしそんな大騒ぎをしていても、それはその時の気分だけのこと。いつまでもその感情を引きずっているわけではありません。快楽に素直なあなたは感情を爆発させることを一種の快感でやっているのです。あー、じゃあこいつ説明すればするほどなんか俺やべえやつになるじゃん。ガーッと劇場してもすぐにパーッと下がっていくのが特徴です。終わりかよ。あれさっきの3番は結構当たってる感あったのにな。おこれはそんなことないと思うんだけどね。どちらかというとなんか感情を理性で割と抑え込むってほどじゃないけど、いやなんか自分で言うのも恥ずかしいけどコントロールできてる方な気はしてたんだけどな。俺切れたら記憶飛ぶのかな、感情に支配されて。まだまだいけるね、テンポいいな、心の扉。5番行きましょう。うわトリッキーな背景来たな。またあなたは天国にいます。死んだの？ある時神からまた人間として生まれ変わる時が来たと告げられました。しかし生まれ変われる人間のタイプは決まってしまっています。その決まったタイプを選ぶとしたら次のうちのどれを選ぶ？何？器は決まってるみたいな話。次に生まれ変わる人間のタイプ、容姿は理想的なほどに美しいが努力するのが無駄なほどバカ。ひどい言葉使うな。割と頭脳はノーベル賞ものだが容姿が絶望的に最悪。顔もスタイルも頭脳も才能もほどほどで何もかも平均並み。やべえ、すげえつまんないやつみたいになっちゃうけど俺これ選ぶかもしんない。っていうかこの3択だったらほとんどの人が一番下選ぶんじゃないの。いやちょっと尖りすぎてるもんな、こうなんか人間としてのパラメータをさ、なんかこうグラフにしたらさ、互角形ぐらいのめちゃくちゃ尖ってるけど A と B は結局面積がでかいのは C の方みたいなことでしょ。結局この方が生きやすいんじゃないのかな。 C 選びます。才能と適性、
他人の意見に素直に耳を傾けて、それなりに自分自身の中に吸収することができるあなたに秘められた才能は、情報を収集する力です。お、なんか褒められたな。今回は面白みに欠けるところもありますがあ、やっぱディスられたわ。ニュートラルな精神の持ち主で、どんなことに対しても素直な好奇心と探求心を持ち合わせています。あらゆるものを理解する力、判断する力を養っていく努力をしてください。え、そのままのあなたでいてくださいってこと？割といいこと言われてるけどね。また人間関係を広めることが成功の重要な鍵となります。他人との触れ合い、それが険悪なものであっても、その中から自分にプラスになる情報だけをピックアップしていける柔軟性を養うこと。こんなあなたはどんな職業でもほどほどにこなしますが、サービス業や他の人が見落としてしまうような分野や趣味に注目してみてくださいなんか心理分析の結果、あなたはこういう人ですよって言うんじゃなくて、なんかただただアドバイスされてるんだけど結局分析の結果、おいおいおい、どういう人なの俺は。才能と適性をチェック、あ、そういう診断だったのねただただアドバイスだけを投げられたな、一方的に。いやでもな、ほとんどの人はあれを選ぶと思うけどな。6番も行ってみようかも。次、面白いな。今日はあなたの結婚式です。あら、しかしいつまで経っても式場に相手が現れません。どうやら逃げられてしまったようです。そんなことあるか。逃げられちゃったの俺。会場で集まった友人や親戚が騒ぎ出しました。そりゃそうだよ、騒ぐさ。そんなの、その時あなたはどう言い訳をする。いやいや、式場の人と相談するよ俺だけの判断で決めないよ、そんな。え、その場は病気か事故と言ってとりあえずごまかす。ダメだよ、ダメダメ、一番ダメだよ。本当のこと言うしかないじゃん。本当のことって言ってもな、本当のところわかんないけどね。その相手の人がなんで逃げちゃったのかっていうのは、まあ、原因はわからないけど、それも含めて本当のことを言うっていう、自分もどこかに逃げ出しちゃう愚の骨頂でしょ、 C は。いや、さすがにこれ、まあ、こういう心理テストって本当はインスピレーションでパッと選ぶもんなのかもしんないけど、でもまともな人間ならまともな人間なら少なくとも C は選ばないよね。いや、 B かな。本当のこと言うしかないんじゃない、こんな三角関係度。問題点を中途半端なままで終わらせることのできないあなたの三角関係度は低め。あ、三角関係になりにくいってこと？三角関係度って何？そういうことでいいのかな。一時的には三角関係に陥ることもあるかもしれませんが、正直者で嘘がすぐに顔に出てしまうあなたには、そんな状態が長引くことは精神的にも負担となり、そうそう我慢できません。あー、なんかでも肯定するのも、自分で肯定するのも恥ずかしいけど、わかる気がするな。それなりにきっちりと型をつけて生産するように努力するでしょう。てか普通はそうするんじゃないの。ただどうしても双方にいい顔をしたがるので、あ、それもあります正直、いや、そうなの。結局ね、いろんな人にいい顔をしたがるっていうところはあるよ。生産するつもりがどんどん面倒な方向へ向かうこともあります。このタイプは泥沼にはまればはまるほどに自分一人ではどうにもならない事態になっていく可能性が高いので、三角関係の生産は他人に相談したり介入してもらった方がいいようです。あ、でもそんなにディスられなかったね、これも三角関係度低めなんだもんね。よかった、高めって言われなくて、むしろ今やってるでしょみたいな言われ方しかねないもんな。ちょっとさ、今の問題もう一回ちょっとやってみていい？違う選択したらなんて言われたんだろう。特にさ、人間として一番ダメな、人間として一番ダメな自分もどっかに逃げ出しちゃう人。この場合は、居心地のいい方へと簡単に流されやすいあなたの三角関係度はかなり高め。あ、これがかなり高めなんだ。なんか病気とか言ってごまかすっていう選択の方が三角関係度は高めに感じるんだけど、これが一番高いのかね。それぞれのいいところだけを都合のいいようにつまんでは、同時に二人の人間を愛してしまったから仕方がないと嘘吹きますすげえクズじゃん
でも要は美味しいところ取りの利己的な考えがベースなので、あなたと関係を持つ2人は傷つくことが多そうです。よかった俺これ選ばなくて。いやこれ普通選ばないけどね、自分も逃げ出すって。しかも完全にやりっぱなし。三角関係の生産も全て相手に委ねます。そしてあまりにもこじれて面倒くさくなると、どちらかを選ぶということよりも両方を切ってしまい、とっとと自分は逃げてしまいます。しかしなぜかこのタイプはモテる人間が多いので、この手の揉め事が一生ついて回ります。なるほどね、なかなか選ばない選択肢だとは思うけど、結構やっちゃったけど、次最後にしようかな。7番。お、またこの背景か。これチカチカすんだよ。今あなたは広い草原にいます。そしてその草原の真ん中には巨大な大木がそびえ立っています。この大木には自分の願いを書いた紙を枝に吊るすと、その願いが叶うという伝説があります。ほう、あなたなら願い事を書いた紙を大木のどこに吊るしますか？そんな、なんか願い事だらけで七夕みたいになっちゃわない？そんな伝説あったら、向かって右の枝、向かって左の枝、ちょうど正面に当たる真ん中の枝。え、右左真ん中だけ？え、自分から見てってことだよね。いやいやいや、どこでもいいだろこんなん。マジでどこでもいいでしょこんなの。え、なんだろう。でもなんかね、真正面にはつけないような気がしちゃうな、なんとなく。左右どっちかなんだけど、まあ右かな、単純に右利きだし。クラピカは左の方が選びやすいって言ってたけど、なんとなくイメージしやすいのは右ですね。あなたの招きやすい役、攻撃的で衝動的な傾向があるあなた。嘘、また衝動的って言われた。また感情に支配されちゃうの俺。ついつい強引に自分の意思を押し通そうとするため、周囲との輪を乱し他人と争いがちです。そんなことないと思うんだけどな。俺割と輪大事にするよ。本当にこういうの自分で言うの恥ずかしいけど、争いなんて一番嫌いだもん。また大胆すぎてしまう行動が事故や怪我を招く心配もあります。あー、開き直りがあるからね。さっきも言われたけど、人間関係にしろ災難にしろ、自分自身が原因で役を招いてしまう先天性の役タイプです。一番近づきたくねえやつじゃん。しかしナルシストな面があるあなたは、え、そうなの、自分は特別という気持ちが強くないよ。平凡だよ俺。災難に見舞われてもこれで終わる自分ではないと考えます。他の人よりは立ち直る力も強く、当然立ち直りも早いので、どんな役がやってきてもその後の人生のトラウマになることはないでしょう。なんかパワーのある人間に聞こえるな、この辺は。その分だけ反省も少なく、同じ役を招く可能性もありますが。うわ、不安にさせて終わるタイプ。なるほどね。なんだっけ、俺はすごいもう開き直りの人間で、楽天稼働が高くて、感情に支配されるやべえやつで。才能と適性、これなんて言われたんだっけ。なんかなんだろうな、先を見通す力を養ってくださいみたいなこと言われたんだっけ。アドバイスだけだったけど、三角関係度は低めで、とにかく役を招くやつだそうです。今回はこんなもんにしときましょうか。まあやっぱこれ一番遊びやすいね、心の扉が。この一番左上の恐怖の扉とかさ、前は開かなかったじゃん。あのね、俺あの後ね、この恐怖の扉の動画も撮ろうとして、途中で没にしたんですよ。なんかあまりにもこれなんか実況に動画にできないなって思って、ちょっと最後だから一応見とく、見るだけ。恐怖の扉がどんなもんか。いやなんか別にさ、なんか恐怖の扉も見たいなっていう人がもしかしたらいるかもしれないので、この文字のひねりながら出てくる感じは共通なんだな。恐怖の扉、いやこれなんかね、
ひたすら質問攻めに合うんですよ。隠された霊界の入り口、文化祭であなたのクラスはお化け屋敷を催すことになりました。人を驚かすことが好きなあなたはもちろんお化け役に立候補。不気味なメイクをして悲鳴を上げ逃げ惑う客を驚かすのはなかなか快感。文化祭のお化け屋敷ね。ところがしばらくしてふと周囲の様子がおかしいことに気がついた。同じお化け役の友人たちが知らない間に本物の幽霊になっていた。とんでも展開。どうやらこの教室は霊界と結びついてしまっていたようなのです。さらっと言うな、とんでもないこと。霊界との扉となってしまった場所は教室内のどこで、黒板とかでかいとこよりもなんか隅っこにあるロッカーとかの方がイメージしやすいなってロッカー選ぶじゃん。で、次の質問に来るんですよ。消えた女子学生、あなたは授業をサボって学校の屋上で昼寝をしています。そこに違うクラスの女生徒がやってきておもむろにフェンスを乗り越え屋上から飛び降りようとしているではありませんが、あなたは慌てて彼女を止めようと走り寄ります。しかし手を捕まえたと思った瞬間、彼女はこちらを向かって何か一言を叫び、次の瞬間嘘のように彼女の姿は消えてしまったのでした。はあ、噛まなかった。彼女があなたに叫んだ一言とは、助けて、もうやめて、ごめんなさい。なんか反射的に謝るみたいなのありそうだな。ごめんなさい。で、選んだら次の問題行くんですよ。だからなかなかこのさ、質問のに答えた結果の心理分析までなかなか行かなくてさ、この恐怖の扉のモード。一回こう動画撮ろうとしてみたら、この問題にひたすら20問ぐらい答えて、答え続けて、そこでやっと回答が出るみたいな感じだったので、やめました。心の扉の方が遊びやすいよね。まあ、またそのうちやりましょう。なんか変な画面で終わりますけど。こんな画面で終わるのもあれなんですけど。またそのうち心理ゲームやりましょう。ありがとうございました。さよなら。